どうも、はじめまして、清高です。今日は突然お声掛けさせてもらってありがとうございます。はい、僕は仕立て屋ミュージシャン清高という形で名前で普段音楽活動というか、まあ、趣味でやってるんですけど、ここで月2回、第2、第4土曜日出させてもらってます。よろしくお願いします。で、1曲目はスタンドバイミージョン・レノンバージョンのスタンドバイミーからいきたいと思います。昭和の歌で、サボテンの花、財津和夫さんですね。愛は傷
ゃあちょっと、オリジナルソングを1曲歌いたいと思います。ヒッチハイクって、まあ、僕キャンプ好きなんですけど、ヒッチハイクは、まあ、やったことはないんですけど、そのヒッチハイクやる道歩いてて、道をでっかいザック持って道歩くことがあるんですけど、その時にこれヒッチハイクしたら楽だろうなとか思うことがあって、その時の、気持ちというかヒッチハイクをした気分になって作った歌です。ヘイドライバーウェイターミニッツって歌です。仕事行く時とかも天気がやっぱり気になることが多くて、ウェザーニュースってYouTube チャンネルがあるんですけど、ネットで見ることがあるんですけど、 YouTube チャンネルでライブ配信してるんでそれを見ることがあって、その天気予報のお姉さんが説明っていうかいろいろ話してくれるのを見ながらなんか曲を作ったんですけど、天気予報が言うからにはっていう曲です。
とうございました。ありがとうございました。じゃあ、オリジナル曲2曲聞きたいと思います。1曲目がファイヤーという曲です。以上です。それでは終わります。
じゃあトンボを皆さんでやってたらいいなと思います。はい